はようございます。いや、暑いです。今日からはいい天気になりそうですよ。朝雨残るって言ってたんですけれども、早いうち上がっちゃったのか。もう本当に夏空です。ミミちゃんの最近背中に保冷剤入れてるんですけれども、それ入れてくるの忘れちゃって、あと1個持ってくるのも忘れちゃって、だから途中暑くなった時にね、ミミちゃん冷やしてあげられる術がないんですが、どういたしましょうか。こっち行くんだよね。今週末は山形からいとこが遊びに来ます。遊びに来るのか、遊びじゃないよって怒られちゃうかもしれませんけれども、日月火ぐらいで来るそうです。みーちゃんいつもこの狭いとこ通るね、はい。またね、久しぶり会えるの楽しみです。山形も行きたいんだけどな、ここのとこもう何年も行ってないですね。あ、そう、昨日ふなっしーランドを船橋東部の行った時に、ふみちゃんキャリーケースに入れてったんですよ。初めての経験で、東部はあれに入れてれば食料品街とかレストラン街とか以外は行けるそうなんで、今度はあれにね、なかなか入るようになれてくれると行動範囲もぐんと広がりますんで、それも楽しみだなぁなんて思ってます。渡る、 OK、 行こう。そうすればね、山形なんかも行って、まあ電車でずっと何時間もっていうのは耐えられるのかな、ちょっとその辺は分かりませんけれどもね。割と入った時はおとなしくしてたんで、だんだん慣れてくれば長時間のキャリーケースも大丈夫なんじゃないかなと思います。ふなっしーランドの裏の公園で涼んでます。なんかすごく風が気持ちいいんで座り込んじゃってます。木陰でね、結構湿気の少なめの風の感じなんですよ。さっぱりした気持ちいい風が吹いてます。あっちの方を見ると曇ってそう、湿っぽい雲なんですけれども、湿っぽい雲っていうのは合ってるのか分かりませんけれども、なぜかここだけはこの辺の周りに何軒かある、ね、高層の建物のおかげでビル風が吹いてくれてるのかもしれません。あ、気持ちいい。ふみちゃんも少しバテたのが楽になったようで、舌も出さずにおとなしくしてます。ふみちゃんなんか最近というかお座りして待つ習慣ができたのかね、偉いです。和子さん待ってる時とかと、僕がこうやってカメラ出して、カメラってことじゃないけど GoPro 出して喋り出すと、ずっとおとなしく座ってます。こんにちは。今は10時ちょっと過ぎたとこです。ウーバーで、まあ今日はね、かなりいい加減な気持ちでやってます前いた会社に寄って誰かいたらちょっと遊んでもらおうかなと。まあ週末金曜日ってことで道混んでますね。で、今日のジュースは特濃、濃くて美味しい特濃何ジュース、何サイダー、ピーチスカッシュ、はい、三ツ矢サイダーの
ピーチスカッシュ桃です。うん、美味しい。甘みとさっぱりとで元気出そうです。ここ曲がっていこうかな。はい、じゃあ行ってきます。暑さに負けて全然ビデオ撮ってませんでした。3人待ててます。みーちゃんは冷たいのペタペタしたから少し復活しました。いやー、それにしても暑いです。で、雲がすごいんだよね。真っ黒。あれがお日様とちょっとかぶってくれると涼しくなるんだけどね。バテ気味です。まだ暑さに慣れてないっていうのもあるのかもしれないけど、慣れても暑いは暑いからね。アジサイが綺麗です。あ、ここ涼しいね、日陰でね。これからアマゾン行きます。5時20分ぐらいです。まだちょっと早いかな。暑いですね。今そこでピピピピって笛の音聞こえて、歩行者を無視したというか、何なんでしょうね、渡らせなかった原付が捕まってました。はい、歩行者優先、気をつけましょう。特に夜なんかね、道知ってればいいけど、知らない場合横断歩道のある場所も暗かったりするとわからない時もありますから、気をつけてください。捕まるとかじゃなくて事故の方気をつけてください。はい、まあ何十年運転してて、まあ、自分がいい悪いじゃないですからね。はい、自分が落ち度がなくても事故やっちゃったらアウトですから。はい、その点はもう横から車が吹っ飛んでくるんだと思って走りましょう。僕はそういう風にしてます。で遅いと後ろに煽られる時もありますけどね。何されようがぶつけちゃったら終わりですから。はい、ということで行ってまいります。気をつけて今日もお仕事しましょう。では。